こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね。リアさんいらっしゃいませ。よかったら一曲聴いてってください。髪型かくでしょ、出たの三色も。シルベさんいらっしゃいませ。ゆっくりしてってください。あちゃ、動物の森。右耳の2ミリ、右に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 たニキビさんいらっしゃいます。ゆっくりしてってください。よかったら1曲聴いてってね。ポリシーさんいらっしゃいませ。ゆっくりしてってください。Hey yo. Hey yo. Hey yo. 右耳の2ミリ、右耳に右耳に見た耳たみにきび。右耳言えるんかい。右耳に右耳に耳に耳に言えない、言えてないでしょうよ。たぐいまれなる食欲さんいらっしゃいませ。また会えて嬉しいです。ゆっくりしてってね。秘宝、我こんな時間に運転開始。はい。お気をつけていってらっしゃいませ。ご無沙汰しております。こんばんは皆様。私どものおライブに横丁、これはハウリングしていますでしょうか。してないです。してないです。あ、本当に。うん、あ、よかった。ちょっと今日ね、何もついてなくて、これ今大丈夫。プチプチはしてるね。うん、ちょっとプチプチしてるね。モカさん、リックいらっしゃいませ。ゆっくりしてってください。なんか出した方がいいかな、あいつを、ボードを一旦シェアして。あ、一旦ツイッターへの投稿を、あ、X への投稿を。あ、そう、しようと思ってたの。ぜひ聞きに来てください。天才、早い、とっても。始まるようだけだからね。あ、スイちゃんいらっしゃい。ゆっくりしててね。いらっしゃい。あ、動物の森が流れております。なごむぜなごむぜ。これ AM0 時だそうです。うん、いっそ眠くなってくるじゃん。あ、起きて起きて。起きて起きて、寝たらあかんぞ。こんばんは、こんばんは。どうしよう、ボード。何か書いた方がいいんだろう。ボードは何。あー、うーん、楽しんでてくだちって書いたらいいかな。そうだね、一緒に楽しめよ、楽しめよ。高音組って歌おうとすると毎回あのホットな高音になっちゃうんだよな。わかるね。え、一番最初に出てくるのホットの方だよね。のねえ、ライブへようこそ。ようこそ。を下にしたら、うん。マジックも下にしたら、こうか。楽しんでってね。ね、簡素だな。いっか。シンプルイズベスト、シンプルイズベスト、ベスト、よし。
ってどんなですか？止まらない？あ、まだ喋るとプチプチするけど、うん、そういうなんかあれの時と一緒、うん、エクランジュシアオフ会の朝のご様子。あれか、あれ結構ね、ストレスだったと思うんで今日ちょっとおしゃべりあんましないように見守ってる見守ってる、いるから、一緒に歌うから、私もいるからね。これさ、ちなみにゆきちゃんさ、こっちの上がってるアバターをさ、ミュートにしてこっちのマイクオンにして喋ったらどうなる？歌うセッティングってことだね。喋るとね、ほら、あー、ハウリングしちゃうんだ。そういうことか。大変わかりやすいご説明だったよ。いつものはこういうことだったのね。うんうん、なるほどなるほど、声が聞けないのは残念だ。あう、あ、ちょびひげが来ました。ちょっとどこ歌い始めたら、ちょうど三つ分もらったので歌い始めたら反映させていただきます。今でいいんじゃない？今でいい？じゃあ今にするね、うん、はいはい、地図それがいいか。どれ？顎。ああ、遅れ毛がピロピロする。はい、地図しますせーの、はい、地図。あ、あたい、できへんかったもう一回やろうじゃん。もう一回やる？じゃあもう一回いきますぜ、うん、せーの、はい、チーズ。あ、取れました。取れた。やった、ありがとう。スイタもありがとう。こんばんは。こんばんは、みなさま、来てくれてありがとうございます。じゃあ早速1曲目いきますか。作曲って言ってた。いきますか。作曲しちゃった天才かやっぱそこにたどり着いちゃうんだな。天ザムですとも。皆様これから、曲に早速入っていきますが、音量調整とさっきちょっとしてきたんですけれども、至らない点がちょっといっぱいあるかもしれないので、カラオケの音源がうるせえだの、こいつの声が聞こえねえだのございましたら、お気軽にコメントにて教えていただけますと、私どもいっぱい練習してきてですね、最高の状態で最高の音楽を届けたいので、皆様ぜひご協力よろしくお願いします。ハードルが上がって死にそうになった今心臓が自分で上げていくぜイエーイというわけで早速楽しんでいこう。楽しんでいこう。うん、じゃあ行きますか。よろしくお願い申し上げ、よろしくお願い申し上げ、お頼み申す、ハピリハピリ。それではさよちゃんも BGM を、ま、じゃあ BGM も止めるぜ、うん、スロットも用意しようぜ。スロットも用意しようぜ。始まる前に着替える？はい、それでは準備はよろしいでしょうか？いいよ。ごめん、ちょっと聞こえちゃうかも。いいよ。では参りましょう。はい、マジカワ1曲目。
パチパチありがとうございます。足音ごめんちょっとあんまりいい BGM じゃないかもしれないいいよいいよこれでいこう、いや、これでいこう、一曲和んでいいやじゃあここで一旦一旦一息一息、こんな感じでハイトーンボイスとつよつよのハーモニーをお届けしていきますので、よろしくお願いします。ぜひぜひ最後まで聞いててください。本当にいろんなジャンルのね、歌をね
ね、いっぱい歌うんだよね、うん、私たちね、うん、盛りだくさん、盛りだくさんです。よりどりみどりでございます。盛りだくさんです。盛りだくさんです。みやみやいらっしゃい。とルカちゃんがあの高音組独自の弾幕をねちょっと流してたのが見えてはっってなって。本当？うん。あ、本当だ。ありがとう。ちょっとそうちょっと弾幕迷ったんだよね。そうそうそう。どうしようかなと。でもまあな、スメリナルツって言ってるしナルツでいいかな。そうナルツの弾幕でいいかなと思ったらなんと。なんとなんと作ってもらっちゃってもらっちゃってやだーやだー、こうやって布教されていっております。ゆきちゃんはどっちも食べられる側なんだよな。やばい。そんなそんなことないよ。1曲目しか歌ってないのに死が近い。大丈夫だよ、うん、私たちの中で生きるんだよ。さてさてさて、じゃあトントンと2曲目行ってしまおうか。行ってしまおうか。これもお着替えがございます。行ってしまおうか。準備を準備を。いや、これはお着替えはございません。あれ、ないわ。失礼しました。あぶねー。これはお着替えはありません。あぶねー。全部書いてるからダメなんだ。服装はね、変わらない順番。あ、そうだっけか。それだけ変わったけど。そっか。うん、危ない、ペケするとこだった。ちょっと忘れてください。よし、まあ、行きますか。着替えるタイミング私が言うので。ありがとう。頼りにしてくれや。ありがとう。任せとけって。いやもうほんとこうやって支えられて生きていきます。はい、じゃあ2曲目行きますか。うん、歌詞の準備は OK です。 OK です。BGM も消すぜ。い、皆様いらっしゃっていただいてありがとうございます、はい、ちょっと反応できないかもだけど。それでは2曲目に行きたいと思います。いきまーす。だって僕は星だから、しようもなく憎らしくて、部屋の隅で膝を抱えて震えていた。太陽なんていらないから、開けないでいて、その手を伸ばして、誰かに届くように、僕なんて君なんかじゃないから。
こ4号館よステンダーステラありのまま考えないで今宵音楽はきっときっとやまない。そうだ僕がずっと泣いたかったのは会えたら広いじゃないさ。弾幕たくさんありがとうございます。間違えた、ごめんね。いや、星ギフトがいっぱい来たのが間違えた。これがライブの醍醐味です。みんなで渡れば怖くない。怖くないよ。たくさんのギフト弾幕ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ほんと…ハリどうだった？ハリどうだった？え？完璧だったんじゃないの？やったー！よかったー！そう、我々ね、一番最初のベルトーンをね、カラオケ音源じゃなくて自分たちでやろうっていうとてもハイレベルな、ね、企みをしておりましてね。ね、これ直前まで練習してたんです。うん、イコールタイミングが私がつかめなくて、もう一生不安だった。とっても良かったよ。特等席に座ってるからだけど、とっても良かったよ。よかった、ありがとう。かし割りとかもね、夢がちな、わかる、ゆきちゃんだよね。いや、よかった、会食一致かし割り、かし割りは頼みました。そう、これだけおさよがやりました。うふふ、そっか、これだけか。そう、これだけなの。あとはね、ほとんどゆまちゃんがやってくれてます。私そうだ、そう、ここほとんどね。そう、ゆきちゃんも一曲やってくれております。一曲ずつ頼み申した。頼まれ申した。こうやってね、自分たちでやれるのが俺らのすごいところだぜ。ぜ、いえ、いえ。わあ、すごい。2曲続けてアップテンポ盛り上がっていますけれども、皆様いますけれども、いただけてますでしょうか。ピース。ピース。楽しい、楽しいです。あ。みんなイエイエイしてる。忘れてた BGM。 顎砕かれる。イエーイ、イエーイ、やったー、やったー、イエーイ、楽しんでるぜ、イエーイ、よかったー。こんなふわふわの BGM でも
こうやってみんなで話をつなげてくれる嬉しいぜ。私も盆踊りリモートある。どこだろう。あった。あ、じゃあ私さ、盆踊り1回目やるからさ、うん、ゆきちゃんとさよちゃん、私が手を下げたあたりで盆踊り始めてよ。下げたあたりで OK。 いくよ。はいよ。下げたあたり。はいはい。あ、すごい。タイミングが合っている。二人ぴったりだ。すごい。こうやって楽しんでおります。あ、取れた。私手。あ、これが伝統芸。由緒ある伝統芸になっちゃった。由緒あるやつです。由緒あったんだ。由緒ある。あ、はい、まだ始まりたてではあるんですが、はい、質問です。このライブって休憩ありますか？どうしますか？どうしましょう。4曲の後に1回入れる？そうだね、そうしましょう。ここを区切りにして。うんうん。あ、喋れるように走って。わかった。あ、で、じゃあどうす、ちょっとね、機材のね、あの調整のためにちょっとゆきちゃんは全力疾走しなきゃいけないような、あのハプニングが起こってましてね。ちょっと休憩の時間に、3曲目終わったら1回区切りにしちゃう。それとも、そうだね、次の曲が終わったら一度休憩を入れましょうか。うん、うん、そこからまた雰囲気変わるからね。そうだね、じゃあそうなります。じゃあ早速3曲目の方を行ってしまいましょうか。うむうむ。よし、じゃあ、ありがとうございます。大切じゃない、素晴らしい機会をいただきありがとうございます。いや、こちらこそこちらこそ。全力で歌わせていただきます。というわけで、いきますよ、3曲目。それでは、さよち、また今度。また今度。続く時間のかけらを詰めている。ただ過ぎるノートの余白に書く答えはいつ。ほんのり小さな感情へ愛を一つ。またねまたね、夜に咲く温度と灯るまで呼吸一つ。またね
出す気持ちは簡単で、でも生きるの難易度高すぎて、どうにも解けない恋だらけ。あさっぱりきっかり前向いてなんてしなくていいから抱きしめて、愛を一つまたねまたね。ただ声一つでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に言えなかったなんか違うんだよ、たまたまハモっちゃっただけハモりたかったよありがとうございましたあ、不協和音になってなかった？大丈夫だった？え、綺麗だったよね、みんな。本当？綺麗だったよね。よかった、やってよかった。あ、よかった。ゆきちゃんは一回ひとっ走り行ってくんのかな。そうだね、ひとっ走り。うん、じゃあ皆様、ゆきちゃんにいってらっしゃいをご唱和いただけると嬉しいです。いいですか？いいですか？みんな行くよ、せーの、ゆきちゃんいってらっしゃい。いってらっしゃいませ何もかもを置いて確かに気をつけてね、寒いから。そうだね、暖かくしていくんだよ、ね、何もかも置いてってもいいけど。私はのんびり喋りながら、そうだね、時間を潰そうかね。そうだね、うん、お財布だけ持ってってね。そうだね財布持ってかなかったねそちょっと今だけ借りてきますって言ってちょっとコメントを読んでいきますか。そうそうそう、この軽やかな足音はゆきちゃんの足音で。あ、そう、ゆきちゃんの足音です、ね、そう、これはシンクルームを使わずにね、あの魔法を使ってやっております。そうです、魔法を使っております。魔法を使っております。チチン、ブイブイ。ない、ないんだ、ない。えぐった。どう、え、いいよ。課金元です、ね、あー、じゃあちょっと控えめなチチンプイプイ。揺れんのは頭だ。いや、ちょっと物理的に手も揺れるかなと思って。もう一回やっていい？あ、いけるよ、ほらほら、チチンプイプイだ。あ、ほんとだすげえ力技これが無課金の力技だ。無課金でもなかったは、あ、そうだね、無課金といえば無課金だよ、最初からあるから。そうか、そうだわ、これは無課金エモートですここで生まれましたチチンプイプイ力技エモート、皆さんも使ってくださいC の方が一言で済むんだよ、ね、何倍も語数があるな。今度やってみるねぜひぜひぜひ。スイちゃんもたくさん魔法かけられそうだからな。そうだ、ね、ちょっとすっかり忘れていたんですけれども、うん、あの我々自己紹介をしてないじゃないですか。ちょっとゆきちゃんが戻ってきたら4曲目に行く前にやっておきたいなと思います。はいはい、全く頭になかったです、はい、2曲目歌い終わったあたりから、あ、そういえばと思い始めて確かにそうだよな。マジックアワーとしては初めてですね。初めてですね。自己紹介、自己紹介、自己紹介、名前と名前、はい、名前とあと何知りたいかな好きな食べ物とかあー、なるほど、
名前、じゃあちょっとメモっておこう。メモっておこう。ちょっとゆきちゃんにフライングする形になってあれだけど名前、お名前、と名前と好きな食べ物採用でいいんだいやこの間コメント読みしておこうかな。ひよりさん、ハイレモンさん、いらっしゃいませ。今ちょっと休憩タイムになっておりますが、お歌を3人で歌っておりますのでよかったら聞いてってね。自己紹介ってみんな何するんだろう。意気込み？もう何曲か歌っちゃったから向こうかな。意気込み、意気込み、お名前、意気込み、お名前、意気込み、好きな食べ物採用した？うん、明日？採用した。好きな食べ物、マジックアワーの由来。マジックアワーの由来は今言っちゃう？そうだね。由来っていう由来はないけど、そうなんですよ、ね、空の現象の名前ですね。マジックアワーっていう、あの、なんていうの、気象調べようかな。空の色にですね、マジックアワーの時の空の色に、私の、私とゆきちゃんとさやねちゃんそれぞれの色が入っていたからかな、うん、そう、皆様ちょっとお手すきの方、マジックアワー調べてみてください。お空の綺麗な写真がいっぱい出てくるんですけれども、めっちゃ綺麗なんだよ。それです。そう、ゆきちゃんの紫、ゆまちゃんの濃い青色、さよねの黄色、三谷幸喜の映画かな。三谷幸喜が読めなかった、私三谷幸喜かマジックアワーっていう映画があるんですか。あるんだね。初めて知った、うん、マジックアワー素敵なんですよ。そうなのよ。まあその事象的にはね、日没後空の色が徐々にブルーから藍色になるタイミングのことをマジックアワーというようでして、でそこにですね、夕焼けの赤い色が混ざって私たちの色になるわけですね。ですね、ですね。時間的には日没時刻の約10分後以降の30分間だそうです。あら、短いのね短いのね、意外とね、ね。でも私たちはね、30分どころじゃなくいっぱい歌いますから。どころじゃないね、ね1、2時間くらい歌うかな、歌うかな。言ったんだけどさ、すごい今更なんだけどさ、うん、さやちゃんって何時までとかってある？まあ大丈夫よ今日は一気に不安になったけど今日はね、大丈夫だよ。あ、そうなんだ、うん、よかった。今日は大丈夫だよ、うん、信じるね。うん、信じて。うん、うん、信じます。じゃあ今日はゆきちゃんとゆまちゃんがね、恋人ですから、何時までだって私たちはね一緒にいるんですからね。やだ、二股待って待って、一気に遊び人みたいになるじゃんか違うじゃん違うじゃん、そういうことじゃないじゃんそんな可愛い声でやだ二股って一気に修羅場だよそう、はしご外されちゃった。持ってるかと思ったら斜めにされちゃったこうやってわちゃわちゃしてます。感覚的には私が2人をはべらしてるんじゃない。そうなの。だって間にいるもん。そうか、
うん、多分3人ともそういう感覚だと思う。あね、そう今なんか全然違う話思い出したんだけどさ、うん、さゆちゃんがさ、うん、どっちのアカウントかわかんないけどツイートしててなんか置いてかれないように頑張るみたいな。はい、さよねサブですね。あのその言葉をさ、うん、見た瞬間、うん、もう3人が前に立っているそれぞれの背中を追いかけてる、追いかけてぐるぐる回ってる映像がね頭の中に。お互いがお互いみんな置いてかれないように頑張んなきゃ頑張んなきゃって3人ともぐる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 回ってる。私は絵心がないのでそれを絵に描き出すことはできなかったけど、うん、まあ、なんか喋り出しちゃった、ちょっとさ喋り出しちゃったよ。あれちびくろサンボってバターの話だっけ、違うかな、バター、違うかもしれない。ちびくろサンボ、待ってね、調べるね。ちょっと今どの端末、あ、でもこれを使う、あ、ちびくろサンボトラバターって出てくるから正解だ。トラバター、あ、ガチャチケありがとうございます。バレーバレー smells like バレー、いらっしゃい、こんばんは、 like criminal undercover。歌えんのそれ。歌えないよ、英語なんだもん。歌えないか、歌えないよ。いらっしゃいませ、こんばんは。こんばんは、今ゆきちゃんが、ゆきちゃんがちょっとひとっ走り、そう今ひとっ走りしてるので、いておりますそう、戻ってきたらですねまた再開いたしますので、しばし雑談にお付き合いください。で今は休憩中なのでね、そう今はちびくろさんぼのお話をするところだったんですけど、なんかよくわかんないんだけどね、その木の周りをなんか虎と追いかけっこしてぐる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 回ってるうちに、あのバターになっちゃいましたみたいなお話があるんだけど、へー、そうあの3人が3人の背中を追いかけっこして最終的に私たちは何になるんだろう、夕焼けになるのかな。そうだね、あらエモいわ、なるんじゃない、あ、なるほどね、概念に消化されるんだ。指摘だな。皆様いらっしゃっていただいてありがとうございます。コンビニ近くにあんのかな、どうなんだろう、ひとっ走りがどのひとっ走りかによるよね。うん、大丈夫かな、事故ってないかな、焦っちゃって、うん、ちょっと心配だわ。全部置いてってるから焦らないでいいよってここに送ったとしても見てないんだよね。そうかもしれないね、見るの帰ってきてからなんだよね。無事に帰ってくることを願っているよ。祈っておきましょう、祈っておきましょう。角に刺されて幸せです。なんで幸せ感じちゃうんだよ。あ、幸せです。櫛みたい、髪溶かされてるみたいだった今。さあ、角で真っ白なさゆちゃん、真っ黒なゆまちゃん、刺される俺たち。ゆきちゃんはなんだろう、間のゆきちゃん。確かに。ゆきちゃんだけ時が止まっちゃったんだね。そう、
今ちょっと時を止めて走りに行っているよ。時を止めてかけて行っているよ。時をかける天川、うん、あれあれ大丈夫でした。大丈夫でした。うん、さやちゃんってどんぶり持ってんの？持ってるよ。どのどんぶり持ってんの？今顔がパーってなったよね。見ました？ちょっとね、前のあ、帰ってきた。早っ。早い。前々の DS とかのはもう売り飛ばしてしまったので、今手元にあるのは集まれ動物の森だけですね。集まれ、集まれだな。集まれ、集まれか、集まれだ。集まりって略しすぎて正式名称が分かんなかった。そう、一瞬分かんなくなっちゃった。あれ、やろうよ今度。やろうよ。最近やってないから多分。ちょっと後でフレンドコード送っとくから。こんな身内の話をライブでするもんじゃないよ。ごめんなさい。つい話題がなくて、つい。繋がっている音がするよ。みんな耳を澄まして。それはチカチ言ってる。あ、ごめん、音量めっちゃ触ってた。ごめん。あ、そっかそっか。そういうことか。そういうことか。聞こえる？そういうことか。聞こえるけど、ちょっと一回ハウってるかな。あ、なんでだ。どこからの反響だろう。どこからの反響だろうか。団子、大家族、あ、家族。ごめん、つられて音が分からなくて。あ、そっかそっか。俺たちからの、そう、イヤホンになったからなくなったね。クリアになったね。うんうん。喋れないことはないけど。ハウリングしてる？ハウってる？ハウリングって聞こえるかな。ハウリングっていうの、これも音量がでかくてなんか拾っちゃってるみたいな。あ、そうかもしれない。あ、そういうあれなんかな。でもだいぶ鮮明に聞こえるもんね。どう。あの流れのように。あ、聞こえない聞こえない。ひばりさんたち。あ、オッケー。今、うんうん、多分音量が大きかったんだと思う。あ、ちょっと聞こえるけど。素晴らしいですね。だいぶ良さそうです。うん、あ、よかった。そしてお待たせしました。ありがとう、待っててくれて。はい、みんなゆきちゃんにお帰り行きますよ。せーの、ゆきちゃん、おかえりー。おかえりなさい。ただいまー。なに、みんなお家で待っててくれたの？今日は鍋よー。春菊のみ。あ、ちょっと春菊オンリー鍋。じゃあちょっと、さよね、別鍋がいいな。あー、よかった。春菊のみ。春菊しかないよ。みんな自分の鍋持ってきなさい。そしたら自分の鍋持ってきなさい。闇鍋始まるわこれ。うん、鍋のさ、蓋してさ、回してさ、いろんな音楽流して回して、止まった鍋が自分の鍋みたいな。楽しそう。そんなのある。やばい、半分春菊だったらどうしよう。春菊嫌い？あんまり得意じゃない。あんまり。そっかそっか、うん、私も多分。あ、で、そうそう、ゆきちゃんがいないときにね、私たち自己紹介してないなって話になったんだが、あ、してない。
だから名前と好きな食べ物と意気込み好きな食べ物名前と好きな食べ物と意気込み一、ね、人ずつ言うの、うん、かな、うん、そうですね、うん、あ、春菊じゃない、全然春菊じゃないんだから行く、うん、じゃあゆきちゃんから行きますか、後ろから。はい、了解いたしました。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。好きな食べ物はほうれん草、今日の意気込みは美しいハーモニーをみんなに届けたいと思ってます。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。高音組のね、強みが今日集まってると思うので楽しんでいってください。あ、お手本のような。素晴らしいなねえね、一番考える時間なかったはずなのに。そうだよ、今思いっきり急に振っちゃったのに。わあ眉毛、うん、すごいな。歓声を浴びる眉毛わあ眉毛、わあ眉毛だすごい、わあ眉毛あのおでこが一人もいない。おでこも見て。わおでこーわーはい、よし、ゆま様、俺か、俺だ。えい、歌見ゆまと申します。好きな食べ物はシチューと抹茶。お、意気込みはうん、楽しんでいけたらいいなと思っているよ。みんなも一緒に楽しんでね。わー、ねー、楽しんでねゆまちゃんは今日シチューをおかわりしました。かわいいバラしていってしまう。あ、シチュー2杯ー、わー、シチュー2杯ー。なんかでもおかわりしたんだけどさ、うん、よそったら満足しちゃってさ、すごいお腹いっぱいなことにそこに行っちゃってさなんかそんなさ、あの志半ばではい、お玉一杯分だけこうよそって飲んだ。すごいコメント欄からも垂れ込みがあー一体何日分作ったの、ゆまちゃん。今週今週すべてシチュー、うん、好きなんだもんね、大好きなんだもんね大丈夫、今日寒いし、死ぬほど大丈夫、大丈夫。え、冷蔵庫に入れててもダメ。いや、大丈夫じゃないかな。多分でもさ、かわ。え、私結構一回作るとさ食べきれないから一週間ぐらい同じ夕飯です。ゆまちゃんは胃が強靭なフレンズなんだね。そうなの？本当に？だって冷凍はしてないけど、本当に？本当にダメなの？消化器官が強いフレンズなんだね。味もだってさ変になってない。あ、じゃあ大丈夫じゃない。え、冷蔵、私、まあでも自分の味覚にそんなに自信はないけど。待って、サヨネも基準が分からなくなってきたよ。まあまあ話はここまででいいんだ。私のそんな1週間同じ夕飯とか別にそんなのいいんだよ。なんかすごい動物の森みたいな話題でよかったな。急に話してくれる話っぽかった。ありがとう。はい、はい、最後というわけで、本日は君主を務めております名誉さよめ、自分の名前を噛むなんて、メローさよねと申します。よろしくお願いします。好きな食べ物はキノコとエビです。そうなの？そうなんだ。そう、歌はもちろんですけれども、ちょっと苦手なトークも本日あの心強い二人がいるのでね、頑張っていきたいと思いますので、皆様最後までぜひよろしくお願いします。イエーイ。ちなみにキングオブキノコは？
キングオブキノコはね、迷っちゃうんですけど、エリンギかな。エリンギエリンギ、イエーイ。食べたことない。ほんと？ほんと？マジ？エリンギも？待って、今日一目開いてんだけど。そろそろ歌う。何入ってた？何に入ってる？じゃあ何に入ってる？入ってるかって言われると。生？生ではないよ。生ではない。キノコは生食できないよ。そうよね。じゃあ今度エリンギ持ってくね。シチューに入れよ。シチューにさ、エリンギ入れてさ。シチューに入れるの？エリンギ？入ってる時あるよ。入れよう。へぇ。じゃあシチューにほうれん草とエリンギを入れて、うんうん、マジックアワーシチューしよう。あ、いいね。やろうやろう。やろうやろう。あとでちょっとほうれん草の正しい食べ方教えて、ゆきちゃん。じゃ嘘じゃん、ゆまちゃん。あの、違うんだよ、なんか歯がキシキシするから苦手でさ。あ、言ってた前。ほうれん草はでも大体正しいから大丈夫。大体正しいよ。うん、うん、そんな3人でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんだろうな。じゃあ曲に行きますか。はい、お着替えがね、ございますよ。あ、お着替えですね。準備できてますよ。お着替えも、私も準備完了でございます。ちょっと待ってね。あ、じゃあちょっと。ほうれん草とエリンギのバターソテー、そのままパスタも美味しそう。料理人しかいないの、ここって。空腹がマッハだ、青信号。ポリシーさんまで青信号になったら言うようになったの。あ、間違っちゃった、ごめんなさい。じゃあ、いいよ、あ、いいですか、ごめんね、送っちまった。じゃあ、かわいい、どうですか、自分で言っちゃった、ごめん。かわいい。じゃあ、歌いましょうか。歌いましょうか。はい、すごい鋭いな。大丈夫、ズートピアだから。かわいいとピース、かわいいとピース、かわいいとミス、メロメロガース、目指すゴールは目指しそうなデイ、画面の中の女の
ただまっすぐ笑ってたいだけなんです。忙しかったね。一回もなんかちゃんとできなかった気がする。あ、本当。最後だけかろうじてやったけど、2番のあたりで、あ、妹って思ってさ、2番の入り忘れちゃったよね。え、私も全然忘れてた妹のこと。1回目全く頭になくて。上でなんかゆきちゃんが動いてんの見て、ちょっと難しかったね、私たちには。ちょっとハードルが高かった、ね、とりあえずそれぞれのポーズやって写真でも撮っとくか。あ、そうね、どの時のそれぞれのポーズ。かわいくピース 1,2,3 でいった。かわいくキース。私がミス。じゃあ私がこれか、ピース。そうだね。あ、いきますか。Okay. よー、せーの、はい、あ、ゆきなんかじゃあ、大丈夫そう。エモ、いけた、いけました、いけました。あ、楽しいね。見せちゃったけど楽しかった。やっぱこれ楽しいな。これ何回歌っても楽しいね。うん、楽しい楽しい。楽しい歌だ。可愛い歌もいけちゃいます。聞くのが楽しみ。ピースピース。そうだね。ピースピース。本当にいろんなジャンルを歌っている ね私たちね。掛け声揃うのすごいって。掛け声、あら、かわいいとか、かわいいとか。頑張って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 。リズムがね、分かりやすいよね、これ。うん、うん、うん、そうなんですよ。でも私一生、あーおしゃれのあーが分かんない。多分ずっと私早かったと思う。あ、そうなんだ。あ、うん、そうだったかな。そんなことなかったかも。大丈夫だったかも。あ、ほんと？うん、じゃあ一個何も言ってないです、私も、うん、正直可愛すぎて、もうなんかね、可愛かったよね、うん、可愛かったら何でもいいよね。みんなの脳に。そうだね、ちょっと一回可愛かったでしょ。物騒だな。記憶のね、部分に傷をつけた。あ、うまくいったみたい、今のパンチ。あ、ほんと？よかった、うん、可愛かった。あ、よかったよかった。可愛かった。あ、ちょっと壊れちゃった。壊れちゃったよ。強く叩いた。あ、大丈夫かな。よしよしよし。いや、なんかさ、この衣装ね、実はこの曲専用だからさ、もういなくなっちゃうの。ちょっと名残惜しくて。みんなハートは？ハート。ある？あの下をやれば全部の妹が出るよ。下をやれば全部の、あの、それ以前に課金のこういうのをさやちゃん。そうか、そうだ、ごめんね、ごめんね。なんで今ないの。ハート妹のガチャ。なんでないの。うー。
魔法のリンゴのカードを送ったのに、引かせたのに、ガチャチケットがあるのに。あ、確かに。なんで今報告してないの。30枚渡せばゲットだね。そうだよ。怖くない？あ、でもさやちゃんこれあるじゃんね。さやちゃんそれある。あ、じゃあじゃあじゃある。どうしよう。あ、あ、え、あ、みんなやってた、ごめん、親指で隠れてた。せーのでいきます。はいはいはい、せーの。できたぜ。かわいい。取れたぜ。かわいい。本当にかわいい、この服。かわいい。かわいい。お気に入りです、この、このお揃いアバター。みんな色がね、ちょっとずつ違ってかわいいんで。そう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 。あと耳もね、みんなね、ちょっとずつ違うんだよ。オオカミとネコチヤンと、あ、ちょちょちょ、オオカミとネコチヤンとウサギチヤンです。ウサギチヤン。そうです、皆さん、私は猫ですよ。誰が何と言おうと、私は猫。ネコチヤンだよ。ネコチヤンだからね。圧をかけている。うるせえ。ネコチヤンだもんね。盾がついていたら消していた。あかよ。あ、脳みそパンチを覚えてしまったからね。さて、そろそろお次に。次ですね。ちょっと名残惜しいけども。行きますか。名残惜しいけど、うん、たくさん取ったね。移りましょう。いっぱい取ったね。よいしょ。それでは、ちょっと私は一緒になくなり、はい、エモートの準備、エモートじゃねえ、スロットの準備をして、スロットの準備を、はい、準備 OK です。はいはい、 OK だよ。これも、これも、では、俺も参りたいと思います。よし。え、どのタイミングで。え、あ、ちょっと待って、なに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 、充電がされてない。あ、ピンチです。大丈夫です、行きましょう。はい、では、では行きます。はい、もない目と目が合うその瞬間、こうす言葉さえいらない、心通わせる僕らの鼓動のピーチ、いつもパーフェクト。とてつもなく高い壁乗り越えたり壊したり、信じて進むことが全て、きっと僕ら
教えてくれたのは君だから、僕らは出る人のため全て出し切るんだ、その時きっと Gathering Together君のため、初めて見る世界へみんなでたどり着こう。ワッフォーワーワッフォー、叫べよ声の限り響け、この一瞬のプライドに笑顔に涙に溶けてきたのだ。皆さんお待ちかねでしたでしょう待っててくれた、待っててくれた、ワクワクしてくれてた、これしてくれてた待ってた、やったー、やったー、リベンジエコーでした、やった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 、パワーアップしたかな、できたかな、ちょっと音は外したりとかもあったけ ど正確さはあれじゃない、増したんじゃないかな、そうなかも、増したかも、私ちょっと不安です、だいぶ、うんうん、聞いててすごいかっこよかったって思っていただけたなら幸いです、幸いです、本当に幸いです、嬉しいですなんか復唱されると恥ずかしいな、いやそんなそんなそんな団子三兄弟みたいなはぁ、あ、よかった、かっこいいって、やったさよねたち、かっこいいって、まだ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 見せるぜまだまだ見せるぜ、こんなもんじゃないぜ、かっこいいのまだあるぜ、まだあるぜ、まだまだだぜゆきちゃんの何々だぜがさ、可愛すぎてさ可愛いぜ一気に力抜けたんだけど今ちょっともう一回お願いしていいですか、ゆきちゃん、うん、もう一回そう、なんかさ、私が言うとちょっとスギちゃんっぽいなって思ったんだよまだまだだぜ、マイルドだろうって感じ、かわいいマイルドだな、だいぶマイルドだなマイルドだったマイルドだなマイルドすぎちゃん、かわいい、マイルドだなマイルドだね、さてさて、次は次は2曲連続で行かせていただきたいと、そうだそうだそうだ、そうなんです、そしてこの服もこの曲だけですこれガオガオしたいかも、ガオガオする、つけてきたんだ、ガオガオ、うん、あ、ついてる、ちゃんとつけてました、忘れずに、つけてる、えらいいっぱい着たかったからね、一曲だけの出番のお洋服も出てきちゃいます、せーの、ほい、取れたよ、取れた持続可能な衣装いや、うん、ね、最初3曲分使ってるからさ、そうだね差がある、特別感があっていいでしょう、ね、そうでしょう、スロットの準備をします、はい、
映画準備を。OK。エコーの準備 OK。OK、OK。エコーもうかけないといけない。おーおーおーおお。あ、薄まで、ごめん。いつでも、いつでも行けます。こちらも大丈夫です。大丈夫です。行きましょう。はいはい。現実と夢の狭間を溺れかけた瞬間、現れた海底にある扉のその先へ。空を飛ぶ魚手招き、蛍光色のクラゲが舞う。岩陰から無数の光る目、突き進めば一面に宝石咲く。誰かのため
をイメージする涙の色、無限透明、流した数が存在証明だ。さあ心に光を持て、そして透明な明日を照らせ。確かな光で透き通るブルー、そして透明な明日を照らせ。永遠に照らせ。ノルミスから、はい、それからトランスフィアレントブルーでした。2曲続けてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。どう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 これこれ一番楽しみだった。お長文できました。読みたい読みたい。あ、待って待って、読みたい読みたい。発達、あ、ちょっとサイバー衣装っていう発達した文明に生きる人みたいな、あー、お召し物に衰退した魚の骨っていう対局の絵も、曲のチョイスとクオリティに俺の文字数ありがとう、しりちゃん。すごい、好ききー、もう好ききー、もう好ききこれ、とっとこ。うん、ちょっととっとこ。うん、欲しい。一個前の文字、拍手の数もすごいから欲しい。あ、ちゃんとしりちゃんピースしてくれてます。いい笑顔だ。ナロニスのね、曲を紹介してくれたのがね、シュリちゃんで、その曲を教えてもらった時に高音組で歌いたいなって私が思って、うん、素晴らしい。いや、これね、これ一番私緊張したってたね、これね、練習の時も、うん、ゆきちゃんがいつも不安げで、そうなのいや、でもかっこよ。いや、本当にかっこよい。うわー、本当にかっこよかったよ。かっこよかったよ。本当、ちょっとみんなの声が合わさったのを聞ける日が来ると思っているので、私は楽しみに待ってる。そう、この音源をね、特別にちょっとさよちゃんにくっつけてもらって、うん、2曲ライブバージョンです。ライブバージョン、ピース、ライブバージョンです、完全にピース。インストアライブのね、あの音源が YouTube に上がってましたので、そちらに極力寄せてみました。とってもエモなつながり、天才。何回聴いてもね、あの曲の切り替えでゾワッとするんだよね。いや、かっこいい、本当に。蛍光色のクラゲ連れてきたのに、すごい画面の外に追いやってあ、いたの頭の裏にいるなと思った。実はあの、実はいたんだけど、私こっち向いちゃってたから。あ、そうそうそう、完全に消えてた。そう、あのちょうどね、耳と耳の間にね、蛍光色のクラゲが、ね、ちゃんと待ってたね。そうそう、ようやくお目見えです。終わった後に
ごめん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 。あ、いたの？本当にさ、見る余裕なくてさ。今ヨマちゃんがちゃんとクラゲがっていう単語を出すまで全く持って気がつかなかった。本当になんかヨマちゃんのさ青と馴染みすぎちゃっててさ。そうそうなんだよね。一部化してて。まあね、全く気がつかない。嬉しそう。本当に青が似合う女。よかった。私に似合わねえ青はねえ。かっこいいよ、うん、青の似合う女。だろうな。青が似合う女だから何ってなっちゃうんだよな。パーソナルカラー診断の人かな。青全部似合います。いいね。任せろ。、うん、はあ、さて私は次の曲も心配だな。ちょっとだけさよねも。一番心配。私も。大丈夫かな。大丈夫かな。成功したら綺麗なことは間違えねえんだ。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 あ、そして着替えですね。あ、そうですね。なんかさ、ね、まるで1曲のみな気がするけど、これについては2曲いって。そうぶっ通しだからね。誰が何と言おうと2曲です。2曲です。じゃあちょっとスロットの準備をしようかしら。そうね、大丈夫。スクリーンショットは撮れている？撮れている。蛍光色のクラゲ込みの、ライブ歌いながら撮ってた。あ、じゃあ大丈夫か。なんか撮る？みんなで合わせて。どうしよう。なんか撮る。なんか撮りたいね。ちょっと流すね。誰も喋らずにさ。シュッて。あ、でもチャリできたかっこいいかも。はっ、いい。今の撮ったぞ。よかった、撮れたもう満足した。えぇ、ー、してない。もう一回。もう一回やろうか。撮ってなかった。もう一回やろうか。はい、せーの。早い。 あ、取れた？取れた？取れた。取れた？よかった、よかった。あ、よかった、よかった。バチ。プリキュアポーズ、全部同じに見えちゃうんだよな。え、かわいいメイク前でのさ、かわいくミス、これバツに見えない、バツ。可愛いっていうか勇ましいよ。可愛いクキス、可愛いクビ、可愛いクミス。めんどめんど。歌いながら笑っちまうよ。そんなことあるってくらいエモと一緒だったんだけど。ちょっとここアーカイブ出たらタイムスタンプ押しとくね。あ、ちょっと待って。よし。びっくりした。私がすごく前のめりになったのかと思って。ごめん。9時からやってるから1時間35分ぐらいのところにタイムスタンプかな。そうだね。覚えとこう。ちゃんと残しておくの偉いな。よし。ではね、次の。ビシッ、はい、おしゃれをしたから。あ、スロット。あ、スロット。あ、痛いなぁ。衣装はあの人に見てほしくて。リボンヒント、可愛くなあれ。あ、ちょっぴりうまい、うまつげにダンベル乗ってそうだったって。
すごかったな今の。しんどい。なんかガサガサになっちゃうあんまり。すいませんすいません、大事な喉を。はあ、ふう、鼻かんでいい、ズビズビしてる。いいよいいよ。鼻をかむ、あ、違う、鼻をかむ、違う、鼻をかむポーズ。よし、さあ、あの、袖ぐちゃぐちゃ、あ、そうそう、袖に気になるやつだ。そう、袖に袖で鼻水を拭くポーズ。お母さんに怒られます。やだ。お母さん、お母さんいた。やだもう。ティッシュあるでしょそこに。あ、そこにあるんだ。もうやだ本当に。ママ。誰が手洗いすると思ってるの。え、ママ、ごめん、ママ。待って、お父さん。お父さんも袖で。打って変わってすぎるでしょ、曲が。やりますか。歌うか。歌うか。歌うか。スロットスロット。あ、よしょ、うん。じゃあ歌いますか。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの空気で歌う曲じゃないかもしれないですが。歌いましょう。さあ、何が飛び出るかな。風邪ひかせようぜ、風邪ひくようぜ。
ートルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだったよかったと思うんだけど途中テンポが分かんなくなっちゃった。あ、めちゃくちゃ素敵だったそうです。素敵だった。あ、素敵だったそうです。あ、素敵だったか、よかった、えがった。ねえ、ごめん、なんか出だしとともに歌詞、音源を流して歌詞を出したら歌詞がピョンってどっか飛んでっちゃって、歌詞を探すのに苦戦していろんなところを間違えちゃった。音も一緒に飛んでいってしまった私。あー、ごめんなさい。大丈夫だよ、ゆまちゃんがスーパーカバーしてました。あ、ほんと助かる、ありがとう。できてたかな。できてたよ、綺麗だったよ、ありがとう、よかった。スパダリだって、やった、スパダリだよ。わー、確か、いや、これ練習の時すっごい綺麗にできてたから、うんうん、あの結構気合を入れてたんですけど飛んでいっちゃった。おあとでまたリベンジやろうぜ。そうだね、これリベンジしたい。今日歌った歌、何回だって歌おうぜ、何回だって歌おうぜ、歌をしてくれ。天然たらし、スタバリ、スタバリじゃねえ、やだ、ヤマちゃん恐ろしい。白目向くやつだってなって、恐ろしい子、文字数が爆発するから。いやー、でもよかった、そんな絶賛していただけて。なんだか予想がついてる人がいてびっくりでした。うん、すごいね、ね、来ると思ったよって言われて、えスイちゃん分かっていたの、すごい、スイちゃん、私言っちゃったっけって思った。うっかり、うっかり、うっかり、うっかり。さて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 、なんと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 、早いもので次の歌が、次の歌がさ、ささ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 、最後の歌となります。ここです。そうなんです。アンコール曲とか全く考えてないからね。そうなんです。そうでした。考えていませんでした。考えてないからね。最後になります。本当に最後なんです。本当の本当に。早かったな。早かったね。本当に早かったね、あっという間だぜ。よっこしょ、ガチのよっこしょ、あ、ガチのよっこしょ、全力の全力のよっこしょ。ともするんだ、全力のよっこしょ。指輪と同等のどっこいしょ、何キラキラしてるのかな。キラキラしたよっこいしょってなんだ。なんだろう、そこに存在するだけでキラキラしている人物がやるよっこいしょ。うちらの衣装もかかってるから、ね、キラキラしてるから。そうそうそう、あ、じゃあふう、ナルツじゃん。
じゃあナルツみんなで今度やろっか。やろっか全力のよっこいしょ。どうやって。あ、よしもう。よっこいしょ。よっこいしょワン。録音。別々にしてさ、よっこいしょ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 ってこと。そうだ。そう、大丈夫。和音ならきっといけるよ、録音でも。無理。18,000ポイントをあのその日のうちにまとめて投げた人にだけ全力のよっこいしょ。18,000ポイントはね、で無料ポイントでね、無料ポイントで18,000投げないとダメだからね。もうなかなか厳しい。頑張って集めないといけないね。集まらない、ね、集まらないよ。頑張るなら一ついける。いけちゃう人いたよ。どうしよう。いけないと思って喋ってたのに。できちゃうみたいです。どうしようか。全力のよっこいしょ練習しないと。練習しないとね。パート割り誰がどの音やるか決めないと。あって。みんなあの手この手でやってくるじゃない。ああ、魔法わけやるね。待って、グループ内にもすげえノリノリな人いるじゃん。グループ内にも。一番ノリノリじゃん。やりたそう、すごく。うん。待ってるよ、じゃあ。ああ。和音待ってるよ、私。待ってます。待ってます。よし、それでは。行っちゃいますか？かっこよく。決めちゃいましょう。決めちゃいましょう。それでは皆様最後までありがとうございました。最後の一曲も全力で盛り上げてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黄昏も過ぎてた目ばしちま僕らの街じゃ不安がりはいつだ。明かりを消して始めよう幕よ開け見明け願いをあなたの湯に変わらず会っていたい。きらめきのベルを目元に吐き出し描いてまた泣いた。そわれ未だ寝息を立て太陽の目を盗んで大脱走さ逃げ出そうぜ。朝まがき空を渡るしおりを挟んだら行かなくちゃ。そわれ夜が明けるまでさもう少しこのままで。金の根は赤に刺したって止まない。時間だ集まろう予防に重ねるよ。未来の話を寂しそうに聞いてる君に誓うよ世界魔法がなくて夢は続いて。橋渡ったらいつの日か
語り明かせたら喜劇になってゆく。聞かせてよ。はい、というわけで全9曲9曲ですかね、9曲歌わせていただきました。9曲で合ってる。ゲスタルト崩壊ししてくる。9曲の9曲でした。9曲の9曲でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。でしょうか。楽しめた人。はい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 。元気がいいな。あーみんなみんなや。あありがとうありがとう。やったやった嬉しい。やったやったやった。こんなにもたくさんの人に見に来ていただけてすごい。あの最後まで歌ってあれなんだけどさ、すっげえ今更だけどさ、電波大丈夫だった練習の時。あ確かにどうでした。あ大丈夫だったそうです。すごい大丈夫だった。本当あよかったよかった。あよかった。え嬉しい。よかった。それは何。もちろんなんか練習の時たまにプツプツしちゃってたから、なんか全部完璧ではなかったけれども、そう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 。でも概ねでかい穴とかもなくお届けできたのではないでしょうか。やった。パチ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 。楽しかった。楽しかった。私たちがもしかしたら一番楽しかったのかもしれない。楽しかったついでにさ。はい。ちょっとわがままを。どうしたの？どうしたの？みんながもしもアンコールしてやってもいいよって言うなら、ビアートルもう一回。うん、それもちょっと思ってた。皆さんどうですか。わいっぱい飛んできたよ。してくれる。わほんと。わちょっとだけさ音をさ脳みそに入力してきていい。あいいよいいよ。入力してくる。アンコール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 。お酒はアルコール。やったー。何言わされてんだろう。なんか韻踏める単語ないかな。20歳になってからアルコール。私2回目がちょっと不安かも。私もちょっと見てこようかな。あ、はい。あ、でも、はい、ないか。あ、どうしよう、はい、ないわ。ない私。うん。ああ iPhone にしかガレッジバンドないわ。ああ、そっか。
まあね、私が作ったから大丈夫でしょう。そう、これなんとゆむちゃんがあのパート割りね、全部歌って教えてくれました。ああ、イエイ。みんなコメント拾わないで。どういうこと？コメントで拾わないでくれ。あうあう。ゆまちゃんも拾わないで。さすゆま、今回なんと2曲やってくれたんです。すごい、ほんとありがとう、いつも助かってます。そう、さよねちゃん方式でガレッジバンドでそれぞれのパート歌って画録して送りつけました。よっ、天才、なんでもできる、なんでもや、歌みゆま、わー、ミリオン、なんでもはできない、ミリオン、なんとかミリオンセラー大富豪やったー、大富豪アルティメット完璧人間エクストラバージンオイルオリーブオイルだお待たせしました。おかえりませ、おかえり、あ、おいしょ、歌詞が飛んでいかないようにしないと、あの、まあ、歌詞準備しないと。そう、ウィアートルパート分けして力尽きちゃってさ、達成感すごくてさ サボったからね、私何もしなかったそんな日がそれを繰りつけた次の日、そんな日があったっていいじゃないか スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドシャス、これスーパーカリフラジリスティック、あ、さすが、なななななな、望みを叶えてくださる言葉、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドシャス、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドシャス、ドシャス、ドシャス、スーパーカリフラジリスティックエクスペアリ、この辺わかんねんで、どうしゃすどんな時にも忘れないでどうぞか、アンコール行きます、行きましょう、行きましょうか、アンコール兼リベンジリベンジいきますよ、はいよ、はい、ちーっと
アトルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。くぅ、ちょっとあの、愚かな、愚かな私は。大丈夫、さよねも愚かだった。ヘッドホンの下のイヤホンが引き抜けなくて。え？ヘッドホンの下のにね、イヤホンしてるんだけど抜けなくて、はい、すごい大きな音で二人の声聞きながら歌ってた。つられちまうよ。すごいよくよくつられちゃった。もう本当にごめんなさい、今日私の事故が多すぎて。最初から最後まで。ちょっとゆまちゃんと後で二人で抱きしめに行かなきゃいけないね。そうだね。抱きしめて、うんうん、よくやったよ、頑張ったよってあーもう練習の画録を流したい、うん、ちゃんと歌えてたんです。成功バージョンはこちら。そして全員綺麗にミスなく歌えたのがこちら。完全版はこちら。こちら3分クッキング風で。あ、嬉しい。ギリギリじゃないからね。うん、ありがとう。また歌わせて、うん、また歌わせて、ま、回数を増すごとに絶対完成度は上がっていくはずだから。そうじゃす、そうじゃす、そうじゃす、そうじゃす。ワンちゃんね、並び順によってはさ、うんうん、歌いやすいところあるかもしんないし、うん、ゆきちゃんこれ端っこだからね。今度は順番を変えてね。うんうん。ね、そうジャスがすごい流行ってる。ありがとう。いや楽しかった。簡単。楽しかった。楽しかった。また曲を増やしていろいろな歌をたくさん歌っていこうね。うん。歌いましょう。増えます、これからも。そう、練習してる最中にもね、うん、なんかあれ増えたっけ。また別だったっけ。あれ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 、ちょっと記憶がふわっとしてるんですが、本番来る前に歌わない曲の歌詞分けまで、へへまあね、まだ分け途中のやつもあるしね。いっぱいあるです、いっぱいあるです。候補に上がってる曲もいっぱいあるです、いっぱいあるです。あるね。お楽しみに。歌いたいね、たくさん。本当にね、全部歌い切るまで。 ありがとう、ありがとう。ああ、うれしい。ああ名残惜しいぜ。名残惜しいよ。名残惜しいね。そして私はエコーあたりからトイレを我慢している。あああああああえああトイレ休憩取ればよかった。なんかでもそんなでもないの、そんな慌てるほどのあれでもないの。あ、よかった。あ、ほんと。うん、あ、そっか、私はですね、はい、ここの、この立ってる方充電があと 6% です。うわー、私 14% なんか全然さ、充電がされてなくて、私も新しい充電器買わなきゃ。コードやばい、なんかでギリギリだ。いつも生きていたいから、ああ、じゃあ次はリアルフェイスが、ね、そうですね、これ分けなきゃいけないね。うん、リアルフェイス。カトゥーンのどの部分やろうかな。A と U やろうかな。一人二文字やれるよ。じゃあどうしようかな。 T とユーかな。カトゥーンのスペルが待って待って、ユーかぶった。あれ、カトゥーン、え、ず
そう、ティーがね、2人いるんだよね。あ、ティーが2人いる。ティーと今ね、私が A と U って言って、 K と T と T と N 何を分けてるんだろうねあ、ハイハイハイ要因が、こんばんは、こんばんは、ライブをしておりました。こんばんは、名残惜しいタイムです、今。どうしようか。あ、終わる、終わっちゃうの。じゃあ私がこの後枠でもやって、なんか喋る。あ、いいですか。やってくれるの、やってくれるの。いいよ、いいの。亀田しあかりし、いいよ、亀田しあかりし、田中田口上、上田、上田、上田。ユウは誰だ。カトゥーンのメンバーかな。上田、最後の N、 N、 な、に、に、中丸くん、中丸くん、なでした。中丸くんカトゥーン全然知らないんだけど、中丸くんは知ってるよ、名前だけ中丸くん、ね、亀梨さんと赤西さんはね名前聞いたことあるよ。なんか、なんだっけなツイッターのさ、言い間違いの5時、うん、5時のやつでさ、うん、窓からカメムシ飛んできて、うん、飛んできてのやつがさ、分かっちゃった、カメなしになって窓からカメなし入ってきて叫んだっていうそりゃ叫ぶよ、うん、叫ぶパリーンってことでしょ。うん、そりゃ叫ぶ。5種類くらいの意味で叫びそう。じゃあ一旦終わりにしましょうか。終わりにしましょうか。はい、改めてありがとうございました。お越しいたくださりありがとうございました。とても楽しかったです。楽しかったです。ありがとう。名残惜しいですが、会場を移して二次会がね、あるのでねうん、じゃあ二次会へ移動します。同じまでやろうね。はい、はい、ありがとうございました。またねー。